い、行きましょうこの5のシギルが足弱くて、6の中村の方がめっちゃ取ったんですよ。で、四の席がワンチャン絞っても6が来ると、ゆったそこから一マーク何も起きずに一曲がって、三が飛んで二キャビーって、五がどっか行って6左、六が最内にずらおはいいきました。わけわからないん展開ですね。ただこれ正直これ二五がマジで足弱いんで、エ L は取ったんですけど、これ中村が一番強いんですよ。で、な時にこの時点でも16でしょ。これもう16全般なんですよ。ただ四だけ十六倍。ただ一六6 5来た後してもうこれいらんの一六の二四もうこれどっちだり、ゆったそこからシギルがどっか行って、一四六一六四確定6 16、16、16、16 このあたりもう4が3着いってもらって62着来るだけですね。中野もやっぱ女子ってことはやっぱな,なかなか取れないんですよ。ただ今回の足マジで良かったっす。なんで16を狙、ね、ってました。え、これぐん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 うちにってこれ、これやばい、これやばい、やばい、これやばい。やばいいや4、うち振って、1の先に行かした中野がのい差し返し、はい足がいい、は <laughs> い行きました。え、これほんまによかったっす。いや、これ、この本線の集めが書いてますけど、14の6イコール124。うん、これに関しては4が行っても2が残るであろうと。で、まあ同中戦でも結局一六二四ここで決まるんじゃろうなっていうところでこれにしました。これ 一六やっぱ一般性がだってめっちゃ強なんですよ。これ一六で全万なんでね。はい、これ本線はもちろん流します。一六イコール、一四六のイコール三五も,もちろんあるんで、これ全部ダラ万なんでね。流さない。意味がないんで,で。結局その協定でどうやって勝つかっていう話だけだとき時に、もちろん熱く貼るっていうのがお金持ちの方のやり方なんですけど、あの、僕みたいにそのお金がない方っていうのは、こういう全部一点もおっつがついたところにこうギュッと集中していくのが結構強いなんです。強いんですよ。 なんでこういうレースを狙っていきたいんですけど、こんなん、なかなかない。だ結局絞っていかないてレースもあるし、もう外すの上等で、もうそれこそ満州狙っていくことの方が多いし、でも結局最終的に勝っちゃえんよ。かもう気持ち良かったらええんよ。もう楽しかったらええんよ。もうそれでええねん。まあ、そんなやつのね、予想乗るのは打っとう方はもちろんそれはもうね、やめときましょう。ただし、夢とロマンを積み重ねるときだけは行きましょう。それだけの話でしたい。よし、5連勝最後できておかったぞ。はい、ほんまにありました。またまたお願いします。あたした、あたした、あたした。